お久しぶりです。よいしょ。どうも。お久しぶりです。よいしょ。久々になってしまいましたが、生誕祭も無事終わり、無事17歳も迎え、無事ですね。そうですね、無事です、無事です。今いやー、誕生日の日とかにもやりたかったんですけど、誕生日は体調を崩してしまって、でですね、その後も何気にショールームをやろうやろうと思っていたのですが、公演をがね、最近青春ガールズ公演がめちゃめちゃ多くて、その時めちゃめちゃ多くて、公演が終わってから帰ってきたらね、もう10時ギリギリで間に合わないっていうのがあって、結局ですね、全然できていませんでした。早くね、18かな、18歳を超えたいですね。11時だったらね、めちゃめちゃ余裕だと思うんで。そうですね、舞台挨拶もありましたね。結構いろんなことが最近はありましたね。でですね、生誕祭もありがとうございました。本当にめちゃめちゃね、楽しかったです。個人的には、私的には楽しかったんですけれども、みんなはどうでしたか？あ、高校生のうちは22時までなんだ。まあね、高校、そうですね、卒業しないとね、大変ですね。まあそんなこともありつつ、そうですね、そして昨日か、昨日はゆきなちゃんの、やはりゆきなちゃんのね、卒業公演もあって、ねえ、結構いろんな行事が盛りだくさんでしたね。埼玉メンバーがそう減ってしまった。埼玉はかおりさんとそうださんとりんかとゆきなちゃんがいたんですけども、かおりさんも卒業発表しちゃったし、ゆきなちゃんはもういなくなってしまったから、残り3人になってしまいました。ねえ、急に減ったね。そうだね、急に。すみれさんとかもね、埼玉だったしね。そうだね、9期生もあるしね。昨日はね、公演、卒業公演だったんですけれども、皆さんね、DMM 見ましたか？なんとですね、昨日の公演はいろいろ着替えとかがいろいろありましてですね、結局ですね、まあ、出ない MC も数えて全部でなんと7個 MC がねあったんですね。でですね、もう本当にたくさんねあって大変でした。本当にだるまが来てる。せいやさんありがとうございます。ミニチョッパーさんありがとうございます。ラスさんありがとうございます。
埼玉のやすさんありがとうございます。ねえ、めちゃめちゃね、あの MC があって本当に何だろう、たくさんあってね、結構大変だった。なんか例えばまあ卒業公演で言えば広島の子だったりしたら、あのなんていうのかな、毎回そうやって青ヶで、青ヶっていうか青春ガールズ公演でこう関わりがあったからこそたくさん話すエピソードもあったんですけれども、ゆきなちゃんはね結構握手会とかでしか会わなかったりだったから、本当にねコンサートとかでしか会わないから、なんだろう、なんて言うんだろう、エピソードがねそうそんなにねたくさんあるわけでもなかったのにね、そう、それにそういう時に限ってあのめちゃめちゃね公演が、公演じゃない MC がありましてですね、本当にね絞りに絞りに絞って、そうレアキャラなんでね、絞りに絞りに絞ってね話しましたね。そうなんですよ、うん、そうで、そう、その時に、卒業公演のブロックの前の MC の仕切りを任せてもらえてめっちゃ嬉しかったです。なんかあの K2 は本当に MC の上手な先輩ばっかりだから、なんかそう上手くなりたいなって思ってた時だったから、青春ガールズ公演とかも出て、なんだろう MC とかもね、どん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 上達していけると思うので、もっと頑張りたいなという所存でございます。やっぱね経験が大切だと思うのでね、青側はねたくさんあるのでいいですよ、いろいろね学べますから。すぐ上手くなるよ、いやすぐ上手くなってたらもう上手くなってますよ、もう2年経ってますからね。そうなんでね、成長したいなっていうのもありますし、あとはねやっぱ思い出に残っているのは生誕祭ですね。生誕祭だったんですけれども、皆さんね生誕祭もね DMM 配信していたのですが、見てくれましたか？生誕祭はですね本当に何だろう、うん、自分がやっぱり主役のものってなかなかねないと思うので、本当にね緊張で緊張で頭がいっぱいだったんですけど、プラスですねそれにプラスあのシンポジというね、もうね頭がねこんがらがるようなものがねいろいろあって大変だったんですけれども、うん、無事終わりましてですね、劇場で見てめちゃくちゃ泣いてしまった。本当に嬉しい。 DMM で5回は見たよ、ありがとうございます。さすが管理されたい、先輩にめっちゃ褒められててびっくり。いや私は本当にねできない人だったのでね、うん、先輩がねいることによって成長できているんですよ本当に。それとねやっぱこう生誕祭だからやっぱこう自分のことについてみんな話してくれるじゃないですか、それがねめちゃめちゃ嬉しくて、そうなんかねなんだろう、お家のこうなんていうの、私のお家もそういうなんか例えば箸の持ち方とか
鉛筆の持ち方とか、そう、もちろん挨拶とか、すごいそういうものを大切にしている家族だったから、なんかたまに今いるじゃないですか、そういうなんていうの、まあ箸の持ち方も適当でいい、適当